立憲民主党杉尾秀也暴言連発で大炎上、羽田雄一郎も悪用。本日立憲民主党の杉尾さんが国会にてこのような発言をしてしまいました。杉尾秀也君、その態度何ですか？検査が回るようになってきた？私羽田さんの地元に行って事務所に喧嘩しようと思ってスーパーの花屋さんでお花を買おうとしたら市民の方に泣いて言われたんですよ。同じようなことが起きないように PCR 検査がすぐ受けられるように国の方でやってくださいって言って本当に泣いて訴えられたんですよ。そんな気持ちわかりますか？あなたに。これ以上はもう聞きません。いいです。それから羽田さんのケースのような救済されるケースが他にもあるんです。亡くなった後で検査をして陽性だと分かったケースたくさんあるじゃないですか。12月だって5、60件そういうケースがあるって聞いてます。こういう救済するケースがあるということを前提にもう一度政策組み直してください。羽田さんの件はこれぐらいにします。これようになっておりまして、杉尾さん、政府側の検査に対する説明についてこのような暴言を泣き真似をしながら吐かれてしまっておられましたが、そもそもですね、 COVID-19 で亡くなってしまった羽田さん、報道によれば自ら保健所から検査をしますかと提案されたにもかかわらず拒否したとの情報がございますので、羽田さん、さまざまな持病を抱えられておりリスクが高いと認識されていたはずなんですが、検査を受けることなく自宅で療養を続け、病院に着く前に亡くなられてしまいました。こういった検査については現状あたかも受けられないかのように杉尾さんが主張されておられましたけども、実際には何らかの症状がある方であれば感染している可能性があるとしてお医者様がですね、検査をしますかと、もうかなり気軽に提案をしてくださるような情勢になっております。ぜひとも杉尾さんには亡くなられた羽田さんを悪用してまでこのような暴言を二度と吐かれないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。